リンゴが今まさに店頭を華やかに飾っていますね。でもせっかく買うなら蜜入りで濃厚な甘さのリンゴが買いたいと思う方も多いと思います。今日は蜜入り、濃厚、そして甘い美味しいリンゴの選び方をご紹介します。蜜が入って完熟したリンゴは味はもちろん果汁の多さ、歯ごたえがまさにリンゴの王様と言えますよね。その中でも特に美味しいリンゴがあるそうです。それはイボリが入ったリンゴ。イボリとはリンゴの表面のデコボコのことを言います。イボリはたっぷりと栄養分を吸収したリンゴだけにできるものです。イボリリンゴは1本の木すべてに実るわけではなく、成熟した枝だけに実がなります。さらに枝だけではなく、真冬の剪定から始まって摘果や肥料の調整など数々の条件が揃って初めてイボリが入るので、究極のリンゴと呼んでも過言ではありません。そしてイボリを探すなら一個売りを狙うといいそうです。イボリリンゴはこの時期店頭に並ぶ時も普通のツルツルリンゴに混ざって販売されることが多いです。ですので1個ずつ並んで売られているものの中からイボリリンゴを探すと良さそうです。イボリリンゴは手に取ってみるとずっしりと重みがあり、切ると中には高い確率で蜜が入っています。蜜が入っているということは果肉の細胞にすでに糖が十分に蓄えられている、余っている状態で、リンゴの果肉全体が完熟して甘いということです。甘味も濃厚で普通のリンゴとは明らかに美味しさが違うので、見つけたらラッキーですね。ただし全ての品種に蜜が入っているわけではありません。よく見つかる品種は三富士や富士系ということで、これらを狙うと良いかもしれません。この冬は店頭で究極のイボリリンゴを探してみてください。